伝説の男リカルド最強シーンまとめ。どこの世界でも最強と呼ばれる男は存在します。それは総合格闘技でもボクシングでも存在し、もちろん初めの一歩の世界でも存在しているのです。未だ無敗を貫いており、苦戦する描写すら見当たらないほど。そいつはズバリリカルド・マルティネス。この人です。 WBA 世界フェザー級王者で、現役にして伝説と呼ばれるほどの男。ということで今回はリカルド・マルティネスの強さについて追求していこうと思い、リカルドの試合をピックアップし集めてきました。ちょびひげだけどマジ強いんだよな、この人。神話にすら思えるこの男の強さを皆様にお届けしようと思いますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。では早速本題に入ります。生きる伝説、リカルドの強さはこれだ。伝説1、一歩とのスパーリング。リカルド VS 伊達英二の世界戦前、調整のため日本フェザー級チャンピオンとスパーリングを要望する。指名の相手は幕内一歩で、デンプシーロールを覚え、イケイケの一歩が試合さながらのスタイルに着替え、リカルドとのスパーを行った。記者や鴨川会長が胸を高鳴らせ、ファンの心をも躍らす一戦が始まり、リカルドから出る重圧感に飲まれまいと、初めから全力を出す一歩。フェイントを使い、リバーブローへ持っていくが見抜かれる。流れをつかむために手を出しては見るが、リカルドのジャブの前に歯が立たない。ノーモーションで最短距離を走るジャブに翻弄され、自分のボクシングができないでいる一歩、丁寧にブロックを重ね、懐へ潜り込むことに成功。すかさず、デンプシーロールにて流れを戻そうとする。誰しもが期待に胸を膨らませる展開。だが、その期待は虚しく、デンプシーロールは無残にも蹴ってしまうのだった。リカルドのジャブの連打を食らってしまった一歩は、意識を飛ばされ、スパーリングは中断となってしまう。その光景を見た周りの反応は、見事すぎて言葉を失うほど、リカルドの強さはそれだけに収まらなかった。伝説に、伊達英二戦。東洋的なしの評判を背負い、リカルド・マルティネスへ挑んだが、結果は2ラウンド KO と、なすすべなく敗北してしまった。そして日本へ帰国し、生まれるはずの子供を亡くしてしまった伊達は、自信と尊厳を失い、ボクサー人生に終止符を打った。だが伊達の心の火は消えておらず、くすぶり続けていた頃、愛する妻、愛子からの一言によりカムバックを決め、試合をこなしていく上で、全盛期の強さを超える力を手にし、リカルドへと再挑戦を迎える。ボクシング引退のきっかけとなった存在でもあり、再挑戦する光ともなった存在、リカルドとの試合が始まった。いつも通り、軽快な試合展開になると予想していたが、伊達のオープニングヒットにより試合は伊達優勢で進む。それも束の間、リカルドの猛攻が伊達を襲い、すべてにおいてトップレベルの強さを見せられた。高村が覚醒した、野生と科学の融合をすでにリカルドは持っており、9ラウンドを迎える頃には、伊達の顔は無残にも腫れ上がっていた。8ラウンド、計24分間、布石を打ち続けてきた伊達、鴨川軍団も期待する中、ハートブレイクショットを放った。偶然か必然か、その拳は届かず、エルボーブロックにて拳は砕かれた。繊細さと凶暴性、そのボクサーの完成度の高さに、高村でさえ冷や汗が出るほど。結果、伊達英二の完敗にて試合は幕を閉じた。蓋を開けてみれば、ほぼ無傷の勝利、全盛期を超えた強さをもってしてなお、リカルドを苦戦させることすらできなかった。この男に勝てる人間が、この先出てくるのかまさに疑問ですよね。伝説3、リカルドの戦績。56巻、世界タイトルマッチのテレビ中継にて、リカルドが再登場、世界ランカーを相手に防衛戦を行う。勝負を急がず、冷静な立ち上がりを見せ、相手の隙が見えた瞬間襲いかかり、左手一本のみで制した。この勝利により、リカルドの戦績は68戦、68勝64 KO 無敗と、人間離れした実績を積んでいく。だが、この男の凄さはそれだけに収まらず、WBA フェザー級王座を21回防衛しており、王座に君臨してからの10年間、ベルトの移動が一切ないなど、化け物と言っても過言ではないほど。現在ではまた勝利を飾っており、その試合も完勝といった内容、防衛戦の描写が少ないのも、意味のある相手としか試合をしないという本人の意向と、ただ強すぎるため、挑戦者がいないというもの。バトンタッチを受けた主人公の一歩ですら、どうやっても勝てる描写が思いつきませんよね。伝説4、ビリー・マッカラム戦。
世界最強の王者、リカルド・マルチネスへの挑戦権をかけ、仙道、VS アルフの試合が行われ、会場を沸かせるほどの激闘の末、仙道のスマッシュにて KO 決着がついた。その後、メインイベントにて挑戦者、ビリー・マッカラムとの試合が行われる。ビリーは23戦22勝1分けと、無敗で世界王者になり、WBC のベルトを3度防衛しており、リカルドとの対戦を要望して、世界ベルトを返上し、リカルドの前に立ちはだかった。事実上の世界タイトル統一戦とも呼ばれる試合が始まり、リング中央で睨み合う二人、待望の相手を迎えて心躍らすビリーとは裏腹に、期待に応えてくれ、と、あくまで自身の強さを疑わないリカルド。フェリーシェルとも呼ばれる、鉄壁のガードを武器に圧力をかけるビリー、それに動じず攻め込むリカルド。一瞬の隙を突き、リカルドの拳へカウンターを合わせる。しかしそれすらも華麗に避ける、危なげな瞬間に思えたが、それも実は演出の一つだった。ただただ期待に応えてくれ、と、無敗の元世界王者に対し、まるで稽古をつけてあげているようにも思える試合展開が続く。時折カウンターを狙おうとするも隙はなく、強固なガードの上からパンチが飛んでくる。23人の挑戦者たちが、開けることのできなかったガードを、強引に叩きつけることで、こじ開けることに成功。一歩バーサスマシバ戦同様に、左手を使うことができなくなったビリーは、なすすべなく敗北してしまうのだった。最強のチャレンジャーを退け、69勝目を挙げたリカルド、何不自由なく過ごしているように見えるが、リカルド自身にも悩みがあった。それは、強すぎるがゆえに孤独というもの。切磋琢磨するライバルもおらず、心躍る戦いすらできないほど、観客もファンも、すでに勝つことが当たり前で、驚きすらしなくなってしまった。自分の実力すら試せず、熱くなる試合はできず、ただただ卒なく試合をこなす日々、強すぎるがゆえに孤独で、そして孤高の存在になってしまったが、ゆえの悩み。この男が求めるボクシングの真実に、少しでも近づかせる男は存在するのか？勝てないまでも、熱く。心躍る試合をさせてくれる者がいるのか？その答えを求めるために、伝説の男リカルドは、孤独な道を突き進んでいくのでしょうね。今回は、リカルド・マルチネスの強さについて追求していきましたが、次回の動画は、ウォーリーの強さの追求をしていこうと思います。見たいと思った方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。皆さんの中で、リカルドの期待に応えられる選手が思いついたら、ぜひコメント欄へ書き込んでくださいね。実力ならウォーリー、胸圧の試合なら仙道に一票入れるんだぜ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でもお待ちしております。では、さよなら。ほな、大きに。